島島列島の震源断面図太平洋側 A からオホーツク海側 A に向かって深くなるように心発地震面が分布する。黄緑、青に着色されたのがやや心発地震。紫、赤に着色された震源が心発地震。心発地震とは近深いところで発生する地震のことである。心発地震は原則として深く潜り込む。 リソスフェア内部の性質変化に起因するスラブ内地震である。プレートテクトニクスの観点からは海洋プレート内地震に分類される。新発地震は震源の深さが深い地震であるが明確な定義はない。大体深さ6 0トルまでの地震を1発地震6 0トルから2 0 0トルまでの地震をやや新発地震。 2 0 0トル以上で発生する地震を新発地震という。深さ500から6 7 0トルで新発地震が発生することは多いが、6 7 0トル以上ではほとんど発生しない。ただし、トンガ海溝や小笠原海溝などの特殊な地下構造となっている一部の地域では、これを上回る深さの新発地震も少数ながら発生している。文脈によっては、 沈み込む海洋プレート内で発生する地震を新発地震と称することがある。例えば、ゲイヨ地震は前者の定義では新発地震ややや新発地震には当たらないが、後者の定義では新発地震となる。大流の概念図マントルの構造新発地震はプレート沈み込み体の地下部角で発生し、それ以外の場所では海底下や ホットスポット周辺も含めて全く発生しない。そのため世界で新発地震が発生する場所は限られている。地下において新発地震が発生する地帯は緩やかなカーブを描いた面上に分布している。これを新発地震面という。新発地震面は断面図上に震源分布をプロットしていくと現れる。これを1927年に 初めて発見したのが、和田地住与であった。1930年代には、日本の地震学研究者の間では広く認知、されていた。一方、欧米では、同時期に、米国のヒューゴー・ベニオフが観測結果から、新発地震の存在を予見しており、1950年代に、研究成果を上げて、学会でも広く認められた。当時は、地震は深くても、 数十キロメートルほどまでの浅いところでしか発生しないと考えられており、この発見が地震研究にも大きな影響を与えた。以前は欧米を中心に新発地震面をベニオフ隊と呼んでいたが、近年は和田地の功績を含めて和田地ベニオフ隊と呼ぶことが多い。新発地震の存在が定説となった1930年代には諸説あったものの、 地上の地震が地殻のごく表面で起こるのに対して地下にはスラブという硬い岩盤が存在しそこで断層運動が発生しているのではないかと考えられたまた地下3 0 0トル付近に新発地震の少ない地帯が存在することからその上下をやや新発と新発に区分するようになった1960年代に支持されるようになった プレートテクトニクスでは、プレートが海溝に沈み込んだ後の様子を示す一つの証拠として、心発地震面が用いられた。この理論によりプレートの運動が心発地震と結びつけられたことで、心発地震のメカニズムに関して新たな考察がなされた。主なものとして、古いプレートのスラブは新しいものより温度が低いことが知られているが、 この冷たく剛性の高いスラブが沈み込むことで、心発地震が発生するという説が唱えられたが、スラブの性質変化と矛盾する部分があり、さらに温度変化との対応にも疑問が投げかけられたことから否定されている。ただし、この研究によって、心発地震面の下や隙間にも、心発地震を起こさないスラブが分布していることが分かった。現在は以下のような説が支持されている。 プレートの収束型境界で、一方のプレートが沈み込むと、周囲のマントルに比べて低い温度を保ち、抗体としての性質を持ったまま深さ 670km まで沈み込む。しかしそこは、繊維層と株マントルの境界であり、これ維新では、周囲のマントル密度が急激に増加するため、プレートがそれ、維新に沈むことが難しくなり、 スタグナントスラブが形成され、プレートが反ることになる。このためプレートに応力が加わり、プレートがそれに耐えられなくなった時に地震が発生する。プレートの重みで、プレートが引きちぎられるような力が加わると、正断層地震に、スタグナントスラブに、プレートが押し付けられるような力が加わると、逆断層地震になる。深さロメートル付近では、 校舎が、それより浅い場所では、前者が多い。新発地震の震源は深さ500から 670km に広く分布している。上部マントルを構成する、観覧石がおよそ 500km 付近維新で、スピネル型構造に 660km 付近維新で、ペロブスカイト構造に結晶構造の相転移を起こす、ことが知られており、鉱物の相転移が原因とする説が、 有力視されているが、丸山持ちながらの説を疑問視するものあり、結論は出ていない。この他に、結晶質が非翔質化することが原因とする説、感激水圧の上昇により脱水反応が起きて、スラブの摩擦強度が低下することが原因とする説がある。このように複数の説がある背景には、沈み込み体の心発地震面にも様々なタイプがあり、 タイプによっては説明できない場合が生じるためである。新発地震は P 波が一度地表面で反射して伝わる PP 波が明瞭である。P 波と PP 波の到達時間差から震源の深さを概算することができる。深さ 600km で発生した場合、陸上観測点との距離は最低でも 600km あり、ある程度規模の大きな地震でなければ捉えられない。そのため、 普通新発地震といえば、比較的大規模なものを指す場合が多い。近年では、地震系の性能向上などにより、小規模な新発地震も観測されている。地震波は豪体であるプレート上を伝わりやすく、マントル中はやや伝わりにくい。そのため、新発地震の震源からは、地震波は沈み込んでいるプレートに沿って、斜め髪型に伝わり、震源直上よりも、 信号から離れた場所で大きな揺れとなる場合が多い。例えば、日本海やロシア沿海州の直下で発生した、新発地震で日本の東北地方太平洋側で勇敢となり、日本海側やロシアでは無感となる例が多数ある。また、新発地震の地震波はすぐにマントル中央電波する。マントルの地震波速度は大きく、J1 スキーアンダーソンによれば、 深さ 600km での P 波速度は秒速 10km である。これは近く中の P 波速度のおよそ2倍弱である。したがって比較的早く遠方に到達する。地震波の反射及び電波速度の違い、地盤ごとに異なる固有の共振周波数の違いなどにより、震源の直上が最も強い揺れとならず、離れた地点で最も強い揺れを観測することがあり、 この現象を異常震域と呼ぶ。日本周辺の新発地震では、オホーツク海南部や日本海を震源とする地震において異常震域を観測しやすい。2006年に発生した大分県西部地震や2008年に発生した岩手県沿岸北部地震では強い揺れと異常震域を観測している。日本国内は、気象庁、日本国外は、アメリカ地質調査所の記録による。 MJ は気象庁マグニチュード、MW はモーメントマグニチュード、メガバイトは実体派マグニチュード。日本ではマグニチュード6以上の新発地震は年間に4から5回程度発生している。2019年現在では緊急地震速報は 150km 以新の地震については一般向けに対象から除外している。これは大きな揺れに結びつく。 可能性が低く震度の予測も難しいためとされている。高度利用者向けでも、震度予測に関しては発報されていない。やや新発地震では、先発地震と比較し同じマグニチュードならば被害は少ないが、マグニチュード7規模以上の地震となると地表でも強い揺れとなり、被害を生じさせることがある。なお津波については、 今村秋常、飯田組次や鳩徳太郎の研究によると、100km 以上の地震によって津波が発生することはほぼないと考えられている。1993年1月15日に発生した釧路沖地震では、釧路市で最大震度6の霊震を半径約 150km の広範囲で震度5の共震を記録し、死者2名へ。 負傷者966名、全会53頭、半会254棟、一部損壊5311棟、その他51棟の被害が報告されている。また、2011年4月7日に発生した宮城県沖地震では、最大震度6強の揺れとなり、死者4名を出したほか広域停電も発生している。このほか 死者は出ていないものの強い揺れになった例として2005年7月23日に発生した千葉県北西部地震があり、東京都で最大震度5強を観測し、関東地方南部の各地で停電やエレベーター閉じ込め事故などが発生した。さらに2014年5月5日に発生した伊豆大島近海地震では 150km 以上でありながら、 東京都で最大震度5弱の地震を観測している。さらに2015年5月30日に発生した小笠原諸島西方沖地震では、小笠原諸島、神奈川県二宮町で震度5強を観測したほか、全都道府県で震度1以上を観測し、関東地方を中心に停電、エレベーターの緊急停止による高層難民、交通機関の麻痺などの大きな影響が出た。 深さ数百キロメートルの新発地震で被害を生じることは稀であるが、1994年6月8日のボリビア新発地震では、震源の深さが極めて深かったにもかかわらず、死者10人の被害があった。また、カナダでも勇敢となったとの記録がある。日本付近で発生するいくつかの新発地震は、先発地震の前兆となっている。 可能性を指摘する研究者も少数ながら存在する。太平洋プレートの沈み込みにより発生する、日田地方の M5 以上のやや新発地震と、関東地方の4 0トルから7 0トルの深さで発生する M5.5 以上の地震には、優位な相関が認められる。1952年と2003年の地震では M8 クラスの本震の発生に先立って、 プレートの潜り込み先を震源とする、新発地震が増加していた。やや新発地震と、新発地震の境界を 300km とする、研究者も多い。参考、菊池正幸、リアルタイム地震学、東京大学出版会、P160 ISBN、ISBN4 から13から060743、X660km。 または6 9 0トルとする研究者も多い。以下の6 7 0トルとの記述箇所でも同様。校舎のその他の例として、2003年5月26日の三陸南地震や、2010年3月13日の福島県沖地震の前身などがある。2000年代の今日、この故障はあまり用いられない。ただし6 7 0トルの深さに境界がある。 ことは広く認められている。日本の気象庁は1900年以降の M8 以上の新発地震としては最も深い記録だとしている。気象庁が海外の地震について発表する温知地震の地震情報では1 0 0キロメートル以上の地震については津波の心配はないとしている。参考、平成17年5月地震、火山月報気象庁、ありがとうございます。